ブレイブランスを使いこなしたいけど、ブレイブランスについてみじんも知らないんだよね。私にもわからん。そもそもスピカってランスほぼ使ったことないよね。錬金ランスの動画撮った時に結構練習したけど、錬金か。正直ダブルクロスのランスってストライカーが強いイメージしかない。これはアルに解説してもらうしかないか。お、珍しく解説役もらっちゃった。ブレイブランス最大の特徴といえば、ブレイブ状態で出せる縦払い、ガードポイントがある攻撃で、のけぞり注意かなら無反動で防げる。それが中段、上段好きなどから派生して使えるんだよね。え、待って、それだけすか？他にこれといった長所はないかな。でも、特に目立った短所もないんだよね。ブレイブ状態になれば基本なんでもできる。ブレイブ状態になれば？もしかして、ブレイブ状態じゃないとできない？うん、そうだよ。そりゃ使われないわけだ。実際使ってみないことには始まんないよね。確かに、解説を聞く限りでは、とりあえずブレイブ状態になればなんとかなるっぽいし、初見でも問題ないでしょ。というわけで、今回の相手とご対面、セルレギオスじゃん。このチャンネルではおそらく多分初登場だと思う。もしかしたら、嫌なあんでそんな曖昧。これは、毎回同じモンスターを出演させないための意図的な選出。いくら最強の固有でも投稿者の思考を読み解くのは NG。すまんかった。っていうかこいつ空飛びすぎだろ。回転硬直攻撃もうざいし、今の攻撃、回転硬直攻撃って言うんだ。ドンキボンにそう書いてあった。名前だけで想像するのめっちゃむずい。結構動き回るからブレイブゲージが溜めづらいね。脳刀キャンセル十字払いでどれくらい溜まる？オルタロスにも当たったおかげでだいぶ溜まった。まだブレイブ状態にすらなってないのにボコボコで笑う。しょうがないでしょ、初見なんだから。え、なんでビヨってんの？でもこれでブレイブ状態になれた。は？なんで被弾でブレイブ状態になれんだよ。コシタンタン。説明しよう。コシタンタンとはダメージを受けた分だけ、ブレイブゲージ、仮技ゲージが増加するスキル。今回スピカはブレイブランス初心者。つまり被弾する可能性が高い。よってコシタンタンとの相性抜群に被弾前提にスキル組んできてんのか。ふっふ、組んできてるのはコシタンタンだけじゃないよ。攻撃が連続で飛んでこないタイミングで金の盾を発動。これで2分間、ガード時に範囲回復が付与されたね。ガードしてればとりあえず絶対死なない。威力の高い回転硬直攻撃も、むしろ回復がダメージを上回ってる。これで回復し続ければ、劣勝ダメージを一切気にせずに戦えるってわけ。コシタンタン以外にも、地中に活を採用することで永続攻撃力20上昇中。あと力の解放もつけてってる。ダメージ受けまくる関係で即発動が可能。使ってる武器もキリン武器だから支柱に勝つと相性丸。こういう武器は倍率よりも固定増加で攻撃上げた方が効率いいんだよな。角は体が低いと倍率かけても上がり幅が少ないからね。相手の行動を伺いつつ、ガードできる攻撃はしっかり縦払いで対処。からの突き2回、少しずつ、チクチク攻撃でダメージを稼ぐよ。一度でも吹っ飛ばされると相手の間合いから外れて面倒だからね。攻撃受けてもどうせ回復できるが、できるだけガードしておきたい。無駄な被弾は避けたいところ。エイカランスのガードでも人輪破裂はのけぞり発生するんだね。正直ランスとの相性は最悪。まあ、それでも属性値の暴力でダウン奪っちゃうけど。お、ナイススリー。ダウンを奪えばこっちのもん。試練だからの強突きからの縦払い。ステップを挟まずに殴りまくるこの快感、錬金ランスにはなかったよ。あなた今錬金スタイルをバカにしてましたよね。はい、懲役30年、長すぎだろ。そういえば金の盾切れたけど大丈夫？全然大丈夫じゃないんだが、この戦法の最大の弱点、金の盾が強すぎるがゆえに、金の盾がないと何もできないのである。ダメダメじゃねえか。しかも劣勝を直すアイテム持ってきてないから、しゃがんで直すしかない。地獄極楽トラップ目視録。でも要するに金の盾が溜まるまで被弾しなければいいんでしょ。待って、切れ味は思ったんだけど、キリンランスの切れ味を持ってしても、5分も持たないってマジ？今トイで被弾したら回復する手まで面倒だし、どうしよう。そもそも回復アイテム自体、自利品説あるからね。セルレギオスがエリアイドウ。で、その連続で足チクチクするやつガチで強いからやめてください、お願いします。もしかしてセルレギオスの方がランスうまい？いいえ、てにょう。ブレイブ状態になってないから、縦払いで打開することもできないし、イナシで対処するしかないのだっつー。ずんずん、動き回って視界から外れるのずるすぎるって、回転硬直攻撃来るよ。イナシで対処しつつ、飛躍飲んで全回復だ。諦めずに再挑戦。正規なり人輪炸裂してるよ。でも金の盾があとちょっとで使えるね。金の盾ってモーションがそこそこ長い。気をつけないとさっきみたいになるからね。大丈夫大丈夫、わかってるって。あらかじめ劣勝状態になっておいて、あと隙の大きい攻撃だったら、それをいなして霧の盾を使おうかな。ちょうど回転硬直攻撃、やってくれるみたいだぞ。いなしニュートラルしてから霧の盾発動。これで次の攻撃をガードすれば回復できる。ね、なんとか10分間戦い続けた。体力ギリギリでさ、回復アイテム枯渇しすぎて劣勝がどうこうの騒ぎじゃない。セルレギオスの方も全然弱る気配ないし、こんなに苦戦するのって珍しいな。うん、一方的にボコされてるのは確かに久しぶりだ。翼と足でダウンを奪えるはずだから、そこを狙えれば楽に倒せると思うんだけど、あ、空中でエリア移動しやがった。せっかく金の盾使ったのにエリア移動はずるいでしょ。ってなんか言うんだけど、まさかのラージャン乱入。いやいや、ただでさえ苦戦してるのにラージャン乱入は聞いてないって。これもうリタイアしてやり直した方がいいのでは？確かにそうかもしれないけど、どれくらい時間かかるか一度見てみたいじゃん。このまま闇雲に挑戦するだけじゃ拉致が開かないからね。
でも林が守ってきてないせいで、ヘンリギオスとラージャンを話せないんだよね。いや持ってきてないのかよ。ここまで時間かかると思ってなかったもん。最近どう思うかばっかり買ってたから乱入もないし。そういえばどう思うかって乱入ないのか。めっちゃ有能やん。10分後。なんとか弱らせるとこまで行った。いやどんだけ時間かかってんだよ。もう反論する気力すら残ってない。20分も戦ってるとさすがにセルレギオスの攻撃にも慣れてくるよね。じゃあさっさと倒してくださいな。お安い御用。冗談好き2連からの縦払い。ダウンを奪ったらお腹を狙う大チャンス。お腹は狙いにくい代わりに日質60。中段好き2連からの中段強敵。あー終わったー。やっと終わったー。いい。めっちゃ喜ぶじゃん。ようやくこの供養から解放される。その事実が一番嬉しい。まあ別称やられも力の解放も全部スピカが選んだことなんだけどね。自分から供養に突っ込んでったからな。正直スピカランスってめったに使わないんだけど、そのせいもあって倒すのにかなり時間かかっちゃった。ヘルレギオスとランスの相性もあると思うけど、まあでも力の解放使ってかれたし使いこなしたって言えるでしょ。ってなんかこんなんで終われるわけないだろ。ヘルレギオス倒すのに24分もかかってるし、クソザコナメクジじゃん。あそうだよ、クソザコナメクジだよ。縦払い攻撃もあんまり活かせなかったし、っていうか反撃目的ならランスにはカウンターがあるし、このままだとそれストライカーランスでよくねってコメント欄で言われまくるんだ。壊れちゃったね。そもそも使用率が低いランスの中でさらに低いブレイブスタイルだからね。ブレイブランス自体が弱い説はあるかもだけど、もうランス難しくて全然わかんない。あるヒントちょうだい。はぁ、急にヒントよこせっていきなり言われても。だって詳しくなくてわかんないんだもん。もうしょうがないな。やったぜ。そもそもスピカはブレイブランスの強みをしっかりわかってる。もちつき論。いや絶対わかってないリアクションやん。いやわかってるし、さっきセルレギオスと戦ってて思ったけど、のけぞりでかい攻撃をいなせるとこ、回転硬直攻撃とかはガード性能ないとのけぞりがあるからな。あとは相手の攻撃をうまく受け流せれば縦払いで半永久的に攻撃できるとこかな。あ、焦るけど足りない。足りないって何？ブレイブランスの最大の強み、それは突進だよ。は？それならなおさらストライカーの方が。まあそう思うのも無理はないよね。だってストライカーは突進のフィニッシュ好きに補正が入るもん。他のスタイルだと補充でストライカーだけ67、ストライカーだけフィニッシュに猫カジバ発動してるようなもんだからな。道理で強いわけだよね。でもね、ブレイブランスの突進も負けてないんですよ。縦払いから突進を出すことができて、フィニッシュ好きから縦払いにも派生できるの。しかもこの突進はちょっと特殊で、突進を行う際の硬直が一切ないんだよね。硬直？縦払いプラス突進フィニッシュと突きプラス突進フィニッシュの勝負ならブレイブが圧勝。おお、目に見えてブレイブの方が早いじゃん。ストライカーに火力負けはするけど、使いやすさの面ではブレイブが圧勝だと思う。つまり縦払いプラス突進フィニッシュのコンボをどれだけ活かせるか、それがブレイブランスを使いこなす鍵ってことね。そういうこと。というわけでブレイブランスを使いこなすべく軽流に来たよ。今度はちゃんと相性いいモンスター選んできたんだよね。もちろん力の解放支柱に勝つとかふざけた装備じゃないよね。もちろん。あ、今力の解放のことバカにしましたね。本当のこと言って何が悪いんですか。正直力の解放よりも弱いスキルなんていくらでもあるんだよな。それはそう。というわけで今度の相手はタマちゃん。タマミツネはセルレギオスみたいに空飛ばないし相性いいと思う。あとセルレギオスは今後出演なしで空飛んでただけでデキンになる。セルレギオス、どっかの誰かさんが変な戦法試したせいで。誰だそいつ。お前じゃ。とりあえずブレイブ状態になったから、縦払いからの突進、振り向く攻撃、よし頭部に当たった。いいねいいね。回り込みブレス警戒で縦払いしておくよ。今のやば。何それ。ふっふ、ガンランス界でたまにスネと連戦したのが響いてる。あれからかなり時間経ってるけど、その感覚はまだ衰えてないっぽいね。ダウンしてる間に縦払い突進コンボ、前までは月中心で戦ってたけど、このコンボを取り入れるだけでどれくらいタイム変わるんだろうな。かなり変わると思うよ。あの、たまちゃんの頭が微妙に高くて突進フィニッシュ当たってくれないんだけど、また人選ミスか。いくら威力が高くても当たんなきゃ意味ないからね。確かに。お、連続サマーソルト。これはガードレイジの使いどころさん。ランスが黄色に輝いてる。これで3分間、攻撃力が 1.3 倍になるよ。いや何度聞いても倍率おかしいわ。レギオスの時は治癒の盾だったけど、今回は火力ガン振り全力でいくよ。2連打叩く手は逆ガード。ガンランス界で逆ガードできるってコメントに教えてもらった。あのスピカが逆ガードを使いこなしている。だと？ありえない。いやなんでだよ。サマーソルトを縦払いして振り向く攻撃を頭部に当ててひるませる。え、めっちゃうめえ。何このゲーム。モンスターハンターダブルクロス。なんだ、ただの神ゲーか。言い忘れてたけど、今回はスキルもガッチガチのガチ装備。ドスキサステンプレのやつじゃん。挑戦者逆突発動で回心率プラス 95%。さらに、このスキル構成と相性抜群の鎧ガチソードツキサシを採用。いやーこの装備で使いこなせないわけがない。もしこれで撮影終わんなかったら、切れる。誰に？セルレギオスに。いりなし。はぁ？なんでドツキサシの切れ味で青に落ちるの？おっと雲行きが怪しくなってきたか？やばい、切れ味青だと爪に弾かれる。このままだと切れ味緑に落ちちゃうかも。ここでストライカーとブレイブの差が顕著に現れたね。ストライカーは
は臨戦を採用できるけど、ブレイブは臨戦を採用する枠がない。だからと突き刺しでも切れ味落ちるのか。突進フィニッシュは切れ味消費1だけど、突進自体は消費3なのも響いてるかも。これは装備変更確定コースかもね。いや切れ味青でも白との補正差は 1.1 倍。つまり 1.1 倍多く殴ればいいってだけ終わったわ。届き刺し。おう、討伐お疲れ様。切れ味青ってことは、もしかして1回問いでもまた落ちちゃうの？うん、正直、ランスの切れ味消費を舐めてた。ちなみに、討伐タイムはどんな感じ ?8分38秒。さっきのセルレミオスとはえらい違いでくさ。突進を取り入れてから火力が向上したのは確かなんだけど、問題は装備だよね。と突き刺しでも切れ味が青に落ちちゃうとなると、残る候補はカマキリランスとか？あ、実はそれもお試したんだよね。え？そうなの？見切り三脚得で7分29秒でタマちゃん倒せた。え？悪くないじゃん。だいぶ使いこなせてるんじゃないの？録画ミスした。は？討伐したと思って、録画ソフト見たら録画されてなかったの。かわうそう。でもいいし、カマキリランスでも切れ味青まで突入してたから、わが物紫70で足りないってマジ？スピカの使い方を疑うんだけど。あと、切れ味以外にももう一つ気になってることがあって、述べよ。弱点特攻と挑戦者、実は腐ってるかも。マジ？何度も使ってて、縦払い突進コンボを使いまくった方がいいことに気づいたんだけど、これって頭部に滅多に当たんないんだよね。で、タマちゃんって頭部にしか弱得とんないんですよ。で、弱得が抜けるとなると、必然的に挑戦者も抜けると思うんだよね。なるほど。弱得挑戦者抜きで超会心運用するとなると、見切り連撃構成になるけど、そうなると素で会心を持ってる武器が好ましいな。実はこれらの問題を全て解決しちゃう神武器があったの。それがこの3だそうデルガだ。全く知らない武器出てきたぞ。骨素材で作れるやつだ。匠にて紫30が出現するのが特徴。この紫と白の長さなら、技物込みでなんとか持ちこたえてくれる。そしてこの武器は、素で会心率 15%。見切り3と連撃で会心率が 75%。超会心の実用圏内に入る。そういうこと。あわきつね悠々。カリスト道場。さーて、新たな装備も完成したことだし、ブレイブランスを全力で使いこなしていくよ。気合入ってるねー。ガチオーブのつもりだから。さっき録画ミスした時は7分半くらいだったから、今度は7分切りたいな。強力だねー。まずは方向される前に軽くつついてブレイブゲージを回収。方向をいなして抜刀攻撃からの納刀キャンセル十字払い。とりあえず序盤はいつも通りブレイブゲージを貯めていく流れね。何度も言うけど、ブレイブランスの強みは圧倒的連携の豊富さ。ブレイブ状態にさえなることができれば、攻防一体の動きが可能になる。じゃあさっさとゲージ貯めろや。ちょっとタマちゃんの動きが悪くて苦戦なう。言い訳って、言い訳？でも華麗にダウン取って満身なう。満身は、まあいいでしょう。いや良くないが、満身はまあ安心。黙ってろ。ダウン中にブレイブゲージ貯めちゃうよ。軽くつついて前進してから十字払い。さらっと怒り以降方向と大技をキャンセルさせたのでかいね。さすがに大口叩いてるだけはある。ブレイブ状態になって縦払い解放。縦払いで無効化。からの突進。突進フィニッシュ。これこれこの動きだよ。縦払いでステリックス。突進に繋げてフィニッシュを当てる。ランスっぽい動きだ。モーション値の高い突進フィニッシュでさっさとガードレージを貯めちゃいたい。この2連詰めたタッチ付けを縦払いで逆ガードしつつ突進派生。突進フィニッシュを当てて、再度縦払い。もう一回突進フィニッシュ。噛みつきも、縦払い。アネッシャ気持ちに何この神武器。なんで今までランス使ってなかったんですか？連続噛みつきも縦払いで不正で突進フィニッシュ。また2連詰めたタッチ付けが来るぞ。いやーかもですねー。縦払いで無効化して、突進フィニッシュ当てちゃうよ。あ、これもう一回突進フィニッシュ受けるね。マジで突進使いまくってるな。大量に切れ味消費するのも納得だね。お、ボディープレスじゃん。これはのけずり台だからガードレージの使いどころさんだね。これで 1.3 倍フィーバータイム。たまに詰めって命値高い攻撃多くないから、ガードレージ運が大事なんだよね。何ガードレージ運って。そういう面で見れば今回は早めに発動してるよね。これはワンチャンあるか？方向を縦払いで不正で、突進フィニッシュを頭部に当てたかったね。そのための見切り連撃。え、爪破壊でダウン取ってるんだけど、ほら、やっぱ弱得ない方がいいでしょ？本当に弱得じゃない方がいいかもしれない。スピカが下手なだけかもしれないけど、本当に頭部に突進当てにくいんだよね。たまに爪には首って部位もあるからな。頭狙おうとして首に吸われるのはあるある。尻尾破壊でダウン。突進で頭部付近に移動しつつフィニッシュ好き。今のも首に吸われてたしね。でも今度はちゃんと頭に当てて会心持ちました。上ブレ引けてて偉い。その尻尾攻撃も縦払いのかも。現地弓発生。この現地弓、実はブレイブランスの強みなんだよ。え、どこが？いずれわかる。さあ、もったいぶるな。まあ、焦れないで。とりあえず邪魔なし。ここは切断しちゃおうねー。これは量子的なスピカ。おっとこの不自然な振り向きはエリア移動。これでようやく武器が取れる。たまに爪の方はお食事中みたいだね。随分のんきなやつだな。敵に背を向けるとは。これは突進でボコボコにするしかないねー。っていうかこれ、縦払いで現地弓を起こしたから疲労してるのか。いやー、縦払い様々ですよ。縦払いは打撃属性の攻撃。今後の指導が縦払いであるがゆえに、現地弓を誘発させて即疲労状態にできる。機体を取るのは難しいけど、こういう使い方もあるのです。あるものを最大限活かしていくスタイル。これがスピカのアトリエの目指す。
つ、モンスターハンター、突進フィニッシュ外してるの見えてますよ。黙れこそ。おそらくこの怒り状態が終了したら疲労状態になるはず。こっからはチャンスタイムだね。ここで攻撃しまくってダメージ稼いじゃいたい。動かないのはそれはそれで攻撃当てづらくて困る侍。ここまで来たら気合でなんとかして。あ、突進暴発してあらぬ方向に。ダメだこや。ランスって定点攻撃はちょっと難しいんだよ。突進だって前に移動しちゃうし。あ、そっか。疲労状態は泡出さないんだっけ。絶対化に翻弄されててくさ。あ、ダメだ。全然攻撃当たんない。こんなんじゃさっきの6番スよりタイム遅いんじゃね。やべ、それだけは嫌だ。ちゃんと真面目に殴ろう。疲労してるおかげで頭には攻撃しやすい。ひるんだところに突進フィニッシュだよ。しかも回心。これはいいダメージ入った。お、どうやらまたエリア移動するみたいだね。じゃあ突進で追撃しちゃおうかな。っていうか弱ってるやん。え？弱ってるってマジ？あれこれもしかしてめっちゃ早い？ひるんでる今がチャンスだよ。突進で畳みかけて。い、言われなくてもわかってるって。だ、倒せた。そんなことより、タイムは？どれくらい？今回のタイムは？5分11秒。めっちゃ速くなってるよ。あと11秒早かったらレイハリじゃん。ふざけてなければな。いや、ふざけてないって。ブレイブランス、最初こそ使いにくい組み合わせだと思ってたんだけど。開けてみたらクソ強いスタイルだったね。しかもめっちゃ楽しいんだよこれ。竹払いが今後のつなぎになってくれるおかげで、無理なく立ち回れる。正直、ランスにはまっちゃったかも。ランス信者増えててくさ。攻防一体ブレイブランス、みんなもぜひ使ってみてくれよな。くれよなご。ご視聴ありがとうございました。動画が面白いと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。動画の感想、コメントなどもお待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。